そうだねで打撃ができないっていうわけでもないからそうクレベル選手も打撃のディフェンスには少し穴ありますけど、はい、オフェンスめちゃくちゃ強いんですよはい、はい、ロシアとかでも試合しても KO されないし、はい、ピットブルとやっても KO されないんでそうですよね KO されるっていう絵はあんまり浮かばなくて鈴木選手もパンチもらうっていうシーンもあると思うんですよねありますねはい、はい、確かにじゃあこれはもう クレブル小池、一本勝利になりますか、判定ですか、どう思いますか、クレブル選手ち勝つのは間違いないですけどあ一本ですね、2ラウンド目かな、どうなんでしょう、そうですね、2ラウンドぐらいですかね。なるほど、わかりました。う一応、みんな、まあ、世間もそういうクレブル有利ということを考えていて、このオッズが1.15クレブル、うんうん、鈴木千尋4.0、か4倍の。 オッズになるんですけれども4倍って聞くとちょっとなんかああ、うん、一発あるからって考えてしまうんですけどね<い>でも無理でしょ 4, 4倍って聞くと4倍の方に入りますね多分ね <laughs> <laughs> そうなんですよでもやっぱりこういうオッズに取られるのがあんまり良くないって俺が聞いていて、うん、勝つのがまあ試合と同じように勝つのが一番大事で、はい、1.15だとしても1.15プラスになるので <laughs>。 クレベル選手は圧倒的有利は動かないと思いますけど、4倍って聞くと、うん、ワンチャンちゃんあるなと思いますね。でもワンチャンはあるんだけど、ちょっと、まあか、現実的には難しいということで、<laughs> 僕も、うん、クレベル、小池。そう、やっぱりあの、対策はしてくるし、うん、あの、しっかり理解してると思うんですよ、展開も。はいはい、だけど、クレベル選手の、その、実際の、触った時の、 崩しのうまさだったり、はい、こう実はなんかすごい力が強いとか、そういうのは多分あるんですよね、<ー>で、そういうのもう全部込みで、鈴木選手からすると一回もミスしちゃいけない。一、はい、回でもミスして、例えば、えー、不要意に打撃を被弾するとか、うんうん、そういうことがあると一気にテイクダウンにつなげられて終わりになっちゃうし、一、うん、回もミスしちゃいけない。でも、クレベル選手は何回かミスしても許されるゲームだと思うんですよ。 そうですね。あと経験のところも考えるとね。うん、ねやっぱりそうですね。はあ、でも4倍っていうとちょっと。<laughs> <laughs>